ボーセジュール取りデの戦いは、フレンチ・インディアン戦争中の戦闘である。シグネクト地境を戦場に行われ、ルルートル神父戦争で幕を閉じた。フレンチ・インディアン戦争は、戦闘からイギリスが攻撃に転じ、最終的には、フランスの北アメリカ支配に終止符を打つことになる。この戦いはまた、大西洋沿岸地域の植民地のあり方を一新することにもなり、 現在のニューブランズウィックの土台を築いた。1755年6月3日に戦闘が開始され、イギリス陸軍の中佐のロバート・モンクトンは、ボーセジュールの近くにあるローレンス砦から、フランスの中東隊が守るボーセジュール砦を包囲し、最終的にシグネクト地境をイギリスの下に置いた。地境をイギリスに取られたことで、フランスにとってはかなりの痛手を受けた。 海が凍る冬の間は、ここが、ケベックとルイブールとボーセジュールをつなぐ、唯一の道だったからだ。ボーセジュール砦への奇襲により、イギリスは、北、アメリカでの、より大きな主導権を握ることになった。この時期、陸上で、フランスの砦に対して三方面からの攻撃が、行われた。オハイオ盆地のデュケーヌ砦、シャンプランコからリシュリュー川の流域地帯。 そして三つ目の攻撃が、このボーセジュール取り出だった。1755年6月2日、イギリス陸軍中佐、ロバート・モンクトンは、イギリス陸軍兵270人と、ニューイングランド植民地の民兵2000人を乗せた31隻の輸送艦、3隻の軍艦と共に、カンバーランド盆地に入った。三阪州側の河口に怒りを下ろし、イギリス兵は、 敵の妨害を何ら受けずに上陸した。近くのローレンス砦の攻撃所を集結地としてオーラックリッチの頂上へと進軍した。フランス軍指揮官の後者クルイリューポンデュシャンボンドベルゴは、これに対して165人の中屯兵を補強すべく、直ちにアカデアの民兵とフランスと連合したインディアン部族を招集した。また、アカデアの建築物に火をつけて、 イギリス軍のに略奪されるのを阻止した、ルイブールとセントジョン側の砦にも、援軍を送った。1755年当時の防セジュール砦と、聖堂6月13日には、イギリス軍は、防セジュールに十分接近しており、モンクトンは13インチの急砲で,砲で砲撃を開始した。中東軍の指揮官であったベルゴは、2週間の間、包囲戦によく耐えたが、人数で勝るイギリスに対し、 少人数のフランス軍は現実的になす術べを持たなかった。フランス人聖職者のジャンルイルルートルもこの戦闘中イギリスに対戦すべく軍に加入していた。6月16日、イギリスの旧法が砦の壁を破壊し、中東軍がかなりの損失を受けた。この戦闘では記録されている戦死者はイギリスが4人、フランスとその同盟軍が8人で、 負傷者はイギリスが16人、フランスと同盟軍は6人だった。ベルゴは降伏し、その翌日、イギリス軍は、ーセジュールトリデに続いて、ガスペロトリデをも手に入れた。この後ルルートルは捕らえられ、8年間の獄中生活を送った。アカディア軍の指導者、ジョゼフ・ブルッサールはなおも戦いを続けた。戦いの前、1754年当時の、 アカディアイギリスの勝利とフランスの中東兵の降伏とでアカディアから大勢のフランス兵が移動し奥地をイギリスにあげ渡した。それはここに住むアカディア人に悲劇に追い込むことになった。フランス語を喋るアカディア人の一部は砦をめぐるフランスとイギリスの構想には中立を誓っていたがアカディア人がこの誓いを破って参戦したことはハリファクスのイギリス人士官には 受け入れがたいものであり、ノバスコシア総督のチャールズ・ローレンスは、ボーセジュールでの、このアカディア人の規則違反を理由に、アカディア人の追放を命じた。モンクトンと遠征軍とにより、この命令は実行に移され、多くのアカディア人が土地や財産を没収された追放により、現在のカナダ大西洋岸からアメリカ合衆国までの地域のアカディア人の入植地が同じ方針を取った。 アカディア人は十三植民地やヌーベルフランスに離散し、アカディアンという単語は後にルイジアナでなまり、ケージャンという単語となった。ボーセジュール砦はカンバーランド砦と名を改められた。後のアメリカ独立戦争中に植民地軍の攻撃を受けたが撃退した。この鳥出は1835年までイギリスの管轄下に置かれていた。ありがとうございます。